うおーうおーもう湯気で。いらっしゃいませ。低山食堂店長のまゆこです。従業員の夏です。今日も見て、見たことあるでしょ、この山々。お前なぁ、もう何回来んの。この前、ふわーって志村けんとかたちが降り立った展望台っていうのが。降りてないけど。それで今日もちょっとリハビリとか、うん、まあ途中にあるところでお昼ご飯食べようかな、うん、思っております。あ、いいですね、うん、今日何食べるか知らないでしょ。知らん。温まるよ。ほんま。それでは、はい、行きましょう。はい。このチャンネルは店長まゆこと従業員ナッツーが低山の支店を巡って山飯を堪能するチャンネルです。久しぶりやな。久しぶりやね。登れるかな。うん。こんなん関東やったら結構大変なことになってると思う。大変だよ。もうちょっとしんどい、しゃべられない。すぐ体力落ちるね。落ちるね。おお。なあ、めっちゃ綺麗。綺麗や。久しぶりやな。なあ、よかったなあ、来て。おお、すげえ。大阪湾。大阪湾。今何が釣れるんやろうな。お前。スーパーコンピューターより解析した結果。じっていう結果が出てた。ピリってこうやって見たら、あの YouTube スタジオによる結果は、あーっていう結果が出てた。よう読み取れたなそれ。焼いてあるから、ね、どこに入れたら見れんねんそれ。めっちゃむずいよな。どこに差し込んだらそれ見れん。重要なデータやから人に見られたらあかんから、やっぱフロッピーディスクで渡す。めんどくさいな。店長が知ってるコンピューターはもうあれやノートになってるけど、あ、デスクトップかな。デスクトップやけど、マックがカラフルね。あー、はい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 。俺はあれやもん、コンピューターに囲まれた。何何それ。バベルド島に住んでいる。怖い怖い。今何かのキーや。超能力少年バビル2世。何それ。自分で作った。作ってへんわ。みんな知ってるよ。嘘。それ何を伝えたかった。地球の平和を守るため。地球の辺は置いといて。じゃあそこのバベルの塔にあるコンピューターがパンチカードみたいな、ジッ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 ジって。それはフロッピーディスクにデータ入れれる。フロッピーディスクにはない、ない、神、神。こうやって。そう。え、コンピューターってパソコンのことじゃないの。そうです。コンピューターにさ、うん、のコンピューター。あーとなれへん。それだー。なれへんの。この動画は、あの店長はバビル2世の絵を描かなあかん。バビル2世って誰。地球の平和を守るため。やろ、守らなあかんやろ。3つのしもべに命令だ。そうやろ、部下いるやろ、うん、いるよ。会長ロプロス、ロプロス、空を飛ぶロデム変身、血をかけろ。あ、もうついたやん。しょうもない話で終わってもうた。もうついてもうた。ほら、うわ、綺麗な。やっぱ来てよかったね。すごい、めっちゃ見えるやんなあ。こんなちゃんとした机あんのに。もう今日ここで食べます。なぜなら風が強いから。そうやんな。で、今日のメニューは、はい、うわ、なるほど。じゃん、呼んで。長崎五島手延べうどんでございます。バッチリでしょ。いや、それはそうやな。これはナッツーさんが、うん、ちょっと長崎県に用事があったんだよね。出張行っとったね。上司から命令があったみたいな。そう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 。でね、うどんつけ麺の素、へえ。だからこれでこうつけて食べるみたいな。天野フーズさん、うん、大好きやわ。ということで今日は長崎五島手延べうどんのつけ麺です。お湯は沸かしていますので、はい、作ります。
れます。はい、入りません。でちょっとこのまま茹でます。はい、でね、うん、魔法のスープジャー、はい、はい、入れるよ。でこれに入れるお湯は どれこれ使うの？これ。あ、なるほど、うん、で今日はこうナルゲンにしたの、あのプラティパスじゃなくて、うん、ナルゲンに入れてきたの、これ使い終わったのここ入れて帰ろうって。なるほどね、思ってな、はいはい、でな、うん、見える？シールやん。作りました。素晴らしい、ええ感じやな。野生の低山食堂にあったらあげてみたいなって、うん、あそうやね、憧れのやつじゃん。これずっと火にかけながら食べたらもったいないから、ガスが。なのでわーん、 S ビット持ってきました、うん、と固形燃料で、はい、はーい、おー、いいやん。あ、めっちゃめっちゃ美味しそう。入れる。おー、うまそう。おー、湯気で何も見え。はい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 、低山食堂金星長崎五島手延べうどんのつけ麺の完成。わあ、うおー、もう湯気で、湯気や、もう湯気でしかない。いただきます。はい、つけちゃうよ。結構いっぱい入ってるよ、ほら、お茄子とか。いただきます。はい、麺ね、ツルツルやで。あ、そう、ツルツル、やばい、たまらんな、寒いとこの飯は。そうやな、そりゃ、うん、そうやな。はい、お食べ。普通にうまいよな。めっちゃこのうどんうまいな、うん、このうどんめちゃくちゃ美味しいね。めっちゃうまい。喉越しがえぐい。あ、そうそうそう、それそれそれ言いたかってびっくりするよね、これ。なんかしたい感じ、うん、パーン。いや、おかしい、おかしい、それはおかしい。いや、これは美味しいわ、幸せやな。あまりにうどんが美味しすぎて吐かなかったので、うん、切ない。その切なさを埋めるためのものがこちらにございます。切なさ殺せない。違うよ、違うか。愛おしさと切なさとだよ。あ、なるほど。ただバチバチやな、バチ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 や、はい、興奮してる。美味しすぎてな。千鳥屋宗家美濃駅前のね。そうそうそう、ちょっと気になっとったよね、うん、栗どら焼き。あ、うまそう、うまそう。正解のところがね、なやったしさ、うん、景色今日めっちゃいいしさ、ベーテンション上がっちゃったね。ちょっとテンション上がっちゃって、でカメラ待ってたのにだいぶ歌っちゃったね。、うん、気持ちいいしな、こんなの。気持ちいいね、もう。だいぶ歌わせてもうたから、もう帰ろうか。帰ろう、帰ろう。もうご機嫌やな。美味しかったから。いやー、すごいおすすめですよ、皆さん。あの2つはいいね、うん、あれはいい。うん、もうサムネのタイトルは決まったね。驚きのツルンツルンとか。あ、長崎出張行った時に低山食堂で使える食材を探してこなあかんっていう使命があったから、店長にでかした言われたいからさ。まあでも、もうこれしかないわ思って買ってきた五島手延べうどんやったけど、びっくりするほどツルンツルンやったね。うん、でかした。ありがとうございます。やれやれっていうのは聞いてたけど、そこまでできる男とは知らんかった。あ、そうやな、うん、あれはだってさ、手延
延べうどんじゃないとダメだもんね、うん、今日の。もう火くれてきてないこれ。火くれてきてませんか。お前な、うん、薄暗いで。店長鳥目やのに早く帰ろう。うん、早く帰らなきゃ。今日の最後の目的地と登山口の分かれ道で今日は終わりです。はい、どうやったん。もうなんかね、もう久しぶりに、あ、なんかちゃんと山登って気持ちいいなって最初は思ってたけど、もう全部あのツルンツルンのうどんに持っていかれた。いや、ほんと美味しかったね。うまかった、あれはうまかった。うまかったね。もう自信を持って皆さんに おすすめできるね。すごい、山飯的にも持っていきやすいしね。私としては、うん、一番最初の第1回目のスンドゥブと春美味しさやね、うん、そうやね。冬のメニューもトップ3に全然入るよな。2022年最後に結構衝撃なご飯が来たね。そうやな。動画の最後に、はい、今日使ったツルンツルンと天の富士さん載せてますので、うん、よろしければご覧ください、はい、あ、それでね、うん、今までたくさんご飯作ったと思うのよ、うん、一覧作れないかなと思って。あ、だって自分たちもあの時のあれ買いたいってなるじゃん。そうやね。載せるのと載せれないのがあるんだけれど、うん、ラクテルームの方に一覧まとめて作ってみました、うん、はい、よかったら、それご覧ください。詳しくは概要欄に。あ、そうね、うん、で一食一食のご飯に関しては概要欄に全部載せてます、うん、はい、がまとめてはラクテルームご覧ください、うん、はい、はい、それでは今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。それではまた次回。メリークリスマス。クリスマス。チャンネル登録と高評価ボタンをいただけちゃったりなんかすると、いや頑張って動画作らなあかんなっていう風に励みになりますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい。